レディオフォーゲーマータップカッコ仮。こんばんは、岡本信彦です。しこばんは、マフィア梶田です。はい、日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net が生放送でお届けする番組、レディオ4ゲーマータップ過去仮なんですけども、早速ですね、はい、お便りを紹介したいなと思います。しこなマリンさん、ありがとうございます。岡本さん、マフィア、しこってる、しこってるよ。岡本さん、岡本ラベル DVD 発売決定おめでとうございます。先着予約でリリーベに参加できるということで、ネットでは2時間で完売、各店舗でも着々と予約分が終了しているそうですと、ありがとうございます。岡本さんの人気を再確認させられたと同時に、声優さんがマルチに活躍することが当たり前になりつつあるなと感じました。ラジガメのロケもいつか実現していただけたらいいなと楽しみにしています。そうですよ。いやー、そうだね、丹下さん可愛かったね。いや、そこえそこ、いや、え、今何の話してたっけ、可愛らしかったんですけど、それは間違いないですけど、そうか、今は岡本ラベルの話だったね。岡本ラベルというか、まあ、どっちかというとラジガメのロケ、あ、そうだっけ、丹下さん可愛かったって話、まあ、それも話しますか。違う、ちなみにどの辺がですかね。全部全部、まあ、それはそうでしょうね。醸し出す空気感全部なんかね、はい、甘い匂いしそうじゃない。あ、でも、あ、声もアルハーハーとかがめっちゃ出てる、ね、そう、なんかものエレベーターくらいの密室にさ、2人で閉じ込められたいんだけど、どうすればいいと思う。そういうイベントはないでしょうね、うん、きっとこの先ないでしょうね、おそらく。あ、SP になればいいんですか。俺がエレベーター壊せばいいのかな。違う、壊すって怖。今から文化放送のエレベーター壊して。いや、何千万とかかかりますけど、何億とかかかりますけど、大丈夫ですか。残念。で、ラジガメトラベルの話だよ。そう、ラジガメトラベルあるのか分からないですけど、なんかね、はい、俺この間中国行っていたんだけど、らしいですね。そう、それね、ビリビリ動画の人たちとさ、いろいろね、仕事一緒にしたんだけどさ、はい、向こうのね、アテンドしてくれた担当の人が、はい、シゴリのファンだったんだよ。もう中国の方なんだけどね、うん、ずっとノブノブって、え、うん、私ノブのファンなんですって。おお、包み隠さずすごい。そうで、ノブのファン、俺何を言ったかっていうと、うん、ちょっと梶田さんノブにセクハラしすぎですって説教されてさ。いや、まあまあ、うん、どう言ったんですか俺、はい、そこでなんて答えだと思う俺。いや、すいませんでしたが普通ですよ。ノブは俺のもんだから、うん、やめ、何してもいいんだって。ダメよ、ダメ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 でしょうに。やっぱね、そこら辺やっぱまあちょっと分かってなかったみたいでさ。あっちはなんて言ったんですか。当然怒りましたね、ちょっとって言って。いや、もうね、あいたーみたいな顔してた。あいたーって。負けないで。うん、それじゃ負けないで。それそういうとこ、そういうとこって言われた。そういうとこ。うん、そういうとこ、うん。そういうとこがダメって言われた、ね。そう。まあ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 。まあ、なんかね、ラジガメでぜひ呼んでほしいって話しといたから。もしかしたらね。中国イベントあるんじゃない？よろしくお願いします。マフィーちょっと喋れますもんね、だってきっと。俺ね、聞き取りは分かるんだけど、聞き取れた、自分で喋るのは忘れちまってさ、ほとんど喋れないんだ。でも聞き取れますもんね、うん、何聞き取れる。あ、それが重要ですね。だから悪口とか言われたらすぐ分かるよ。うん、言う人いなさそうですね。バキンチャップくらい分かるよ、この野郎って。いや、それダメ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 。何にも言い換えられない。噛んだのかなってことで。いや、うん、でも、うん、あれっすよね、マフィーなんかスターだったらしいですね。そう、なんかね、中国で俺大人気だったの。すごくないですか。俺中国で活動した覚え全然ないんだけど、知らんうちに俺なんか中国でスターになってた。中国の資産家がやっぱりマフィー大好きなんじゃないかもね。なんかもうね、はい、よく空港からハリウッドスター降りてくると、はい、サイン色紙持った人たちに囲まれるじゃん。 あれ体験した。おー、全員書いたんですか。いや、無理だった、全員書ききれなかった。書ききれないですよね、うん、仕事もありますしね、その後日本人って列作るじゃん、はい、中国の人たちってもう周り囲んで、はい、みんなでこうサイン色紙出してくるから、はい、すごいなんか欧米感つうの。グローバル感。ああ、ありますか、やっぱり。嬉しかったね。ああ、でもいいですね。今度からじゃあもうなんか、うん、赤い絵の具とか持ってこう、ペッ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 って、手形とかバン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 ってやっていけばいい。相撲取りじゃねえんだから。でも一緒にね、中国行ったら。あ、行きたいですね。イベントできるかもしれないし。あ、ちょっとよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。ビリビリの皆さん、よろしくお願いします。待ってます。さあ、ということでですね、番組ではですね、あなたからのお便りをお待ちしてます。僕たちへのメッセージ、取り上げてほしいゲームなどなど、どんなネタでも OK です。メールアドレスは、はい、すべて小文字で 4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 数字の 4gamer@joqr.net です。採用させていただいた方には1500円分の iTunes カード、または Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところ、お名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。またこの番組はLINE LIVEの 4gamer
ビチャンネル、フォーゲーマー公式チャンネルでも同時配信中です。アカウント名はフォーゲーマー LL。 なおツイッターで番組のことをつぶやく場合は生放送中にピックアップして紹介するかもしれないので、ハッシュタグシャープラジ画面をつけてください。イエーイ、みんな見てる、みんな見てる、みんな見てますよ。みんなどんどんハートをしてね、お願いします。ツイッターもね、ぜひぜひ。なんか特に意味があるかどうかわかんないけど、きっとあるんですか。増えると嬉しい、増えると嬉しい、きっとこっちが嬉しいです。お願いします。そして今回のですねプレイコーナーでは DNA より配信中の iOS Android 用アプリメギド72を大特集します。メギドとなら変えられる未来がある、思いが試されるフォトンドリブン世界救済 RPG でございます。それではそろそろ行ってみましょう。レディオフォーゲーマータップカッコカリ、最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたします。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、プレイング4ゲーマー。ここからは実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする大会コーナー、プレイング4ゲーマーです。はい、今回取り上げるタイトルはこちら、メギド72。はい、今回はですね DNA より配信中の iOS Android 用アプリメギド72からプロデューサーの宮前公彦さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや宮前さん、なんかこういう場には慣れていらっしゃらない、はい、そうですね、はい、なんかこう緊張していらっしゃいます。そうですね、まあ緊張してますね。あ、生放送はあまりやられない感じですか。まあこのタイトルになってからやるようにはなりましたけれども、はい、慣れない感じですか。そうですね、慣れないですね。あ、もうね、結構ねこの番組人気あるんで、この番組で失敗するとゲームがこけると思っていただいて。終わりました、頑張ります。やめてやめて、そういうこと言うの。頑張ります。はい、というわけで頑張っていただきましょうかね。はい、さあ早速こちらの PV をご覧いただきましょう、はい、どうぞ。空に赤き満月が昇るとき、大地は血に染まり、世界は崩壊する。それが古くから伝わる予言だ。予言は現実のものとなりつつある。なんだ、指輪が光ってる。メギド、メギドって本当にいたのか。運が悪くたって気にしない、気にしない。お前が嫌だと言っても力を貸すぜ。簡単には死なせないよ。一丁暴れ回ろうぜ。柄じゃないけど決めてくる。その可能性すら含めてこの世界を守っているのが五界憲章なの。ハルマゲドンを止めねえ限り悲劇が続くどころじゃねえ。ひょっとしてハルマゲドンだけではないのか。この世界そのものが滅ぶんだから。すまぬソロモン、今はお主の助けが必要なようじゃ。俺は約束を守る。いやー、おー、はい、みんな出てますね。いいねー、ありがとうございます。ユータク出てましたからね。丹下さん可愛かったね。いや、全然それバカ。いや、言うとですね、今 PV 見てたんですよ。見てたらですね、うんうん、なんと、まあ言っていいのかな、
スタジオ入ってきた。そうなんですよ、ダンケさんが。俺窓ぶち破ろうかと思った。怪獣でしたよ、もうもうモンスターになってましたからね。で我々のことは全く、今度いつか眼中に、いや俺だけを見てくれたね。そうでしたね、本当に。でもね、今回ゲームの話してるから、そういう関係ない話はやめてくれるから。そっちから試合したんですよ。いやーね、PV すげえかっこいいっすね。よく見てましたね、うん、ありがとうございます。あのオープニングもすごい面白いものになってるので、うん、ぜひダウンロードして見ていただきたいな。雰囲気すげえアニメっぽいっつうか、うんうん、そうですね、はい。悪魔をモチーフにしているにしてはちょっと雰囲気がなんていうか。そうですね、悪魔をモチーフにしてるんですが、うん、いわゆるザ悪魔ではなくてですね、うんうん、まあ、メギドというキャラクターたちは普段、はい、あの人間の格好をしているんですが、うん、こうソロモンの与える力によって真の姿になるっていうのがキャラクターの特徴なんですね。じゃあちょっとその辺の深い話を聞いていきたいんですけれども、はいはい、メギド72とはどんなゲームなのか、ちょっと概要を改めてお願いします。はい、DNA とですね、メディアビジョンが、共同で開発運営をしているスマートフォン向けの RPG になっております。悪魔となら変えられる未来がある、思いが試される世界救済 RPG というのを掲げて、うん、おります。めっちゃ涙流しますね。そうですね、うん、あのドラマチックなRPG らしいというか、はい、まあ、あのスマホにはないようなドラマチックな展開があるので、まあ、ちょっとこうインパクトある主人公ですか、この2人は。そうですね、主人公のソロモン少年と、あとは後ほど出てくるシバという女王ですね。名前からしてひどい目に遭いそうですね。もうこの泣き顔からしてろくな目に遭わない感じがしますけど。いやいやいや、かわいそうに。辛そう、まあ、彼の成長のストーリーもあるので、うん、本当少年誌のようなストーリーにもなってます、うん、なるほど、はい。さあ、そしてそして、はい、このバトルシステムがですね、うん、やっぱ RPG ってバトルが一番面白くないといけないというのが、うん、まあ、私たちのこだわりでして、うん、ドラフトフォトンシステムというシステムを搭載しております、でこれはですね、バトル中のちょうどちょっと遊んでいただきたいんですけれども、うん、はい、バトルの真ん中にですね、フォトンというオリジナルのエネルギーがありまして、それを誰に割り振るかっていうことで行動が変わる、うん、それがまあ、うん、斬新で新しいバトルシステムになっております。はい、次、個性あるキャラクターですね。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、はい、あのまあ普段人間の格好しているキャラクターたちが、ソロモンになっているフォトンによって覚醒すると真の姿になるっていうところが一つの世界観的な面白みでもあり、また、バトルの駒としてのキャラクターなんですけれども、はい、あのいわゆるレアリティがないんですよね。なるほど。ゲームレアリティがなくて、全てのキャラクターに使いどころがあると。なので、どのキャラクターをどう組み合わせるかっていうのが一つの面白みで、ユーザーさんのどういう戦略によって変わってくるっていうのが面白いですね。なるほど。じゃあなんかいわゆる課金要素はキャラクターの育成に注力してるって感じですかね。そうですね、キャラクターの取得と、うん、あとはオーブというキャラクター、うんうん、ものがあるんですけど、うん、それの取得の部分と、あとは育成ですね、スタミナとかそういったところで、使っていただけるところかなと思います。悪魔をメギドと表現するあたりがもう結構キュンキュンくる。そうですね、うずきますね。左腕左腕が、左腕がだいぶキュンキュンきてると思うんですけれども、このメギドたちでいわゆるパーティーを組んで、そうですね、はい、ドラフトフォトンシステム、まあ、さっきちょっと体験させてもらったんですけども、うん、奥深いね。いや、考えちゃいますよね、このキャラクターにこうやってみる、うん、最初ちょっと分かんなくて、ちょっとわけわからん行動取ってたんだけれども、はい、だいぶ食べまくってましたもんね。そう、後半いろいろ説明を受けてやっと分かった時に、はい、あ、これ面白いかもって思ったわけ、はい、だからこれね、あの後でちょっと実際にお見せするんですね、はい、無限大の戦略が。そうですね、その次3ですね、このマスエフェクトシステムというものがありまして、うん、はい、キャラクターをリーダーを選ぶとですね、そのリーダーによって得られる、パーティー効果みたいな、リーダースキルみたいなものがあるんですけれども、うん、それをマスエフェクトシステムと呼んでます。それはですね、キャラクターをどこに配置するかで、リーダーとの相性によって攻撃力だったり、はい、防御力が上がったりとか、あとはまあ毒効果を避けるとか、そういう素早さを上げるとか、いろいろな効果があるので、同じ5人でも誰をリーダーにして、で誰をどこにはめるかで戦い方が変わってくるというのがこのゲームの面白さ。いや、これ異性のキャラクターと組ませたら攻撃力上がるやつとかいて。そうですね、すごいなと思いました、ね、はい、ははそれはシナジーが多そうですね、そうなんです。なので結構72人のキャラクターって少ないと思うんですけれども、72体のキャラクターの組み合わせ次第でいろんな戦い方ができるので、そこが面白みの一つです。このね、ソロモンの72柱と合わせてきたところがまた最高ですよね。シビいよね。もうソロモン最高ですよね。ゲームシステム的には多分足かせだったと思うんですけど、72固定っていうのは。そうですね、あとレアリティをなくすっていうのもですね、結構一つ
の苦しさであったんですけど、それをあえてやるってところに心意気を感じますね。ありがとうございます、じゃあ早速なんですけど端末を用意していただいて、はい、やってみましょう、始めましょうかね。じゃあまず僕が普通に ストーリーというかキャラクター今見戦ってみる感じですかね。1個戻っていただいていいですか。戻って、はい、パーティー自体は、一定組んではありますので、まあ、好きなパーティーを取っていただければと思います。なるほど、いろいろありますね。じゃあ普通に考えて、うん、あでもあれですね、感電パーティーが多そうですね。そうですね。ってことはこれ多分バランスパーティーも多いな。はい、ちょっと一回戻ってもらっていいですか。はい、そうですね、ここの挑戦するっていう、いた、はい、このまずですね、はい、クエストをやっていただきたいんですけど、そこを押してで決定をしていただけますか。これ決定ノーマルでいいですか。はい、はい、ノーマルで決定でいいです。分かりました。この敵と戦って村ぐらいの、はい、そうするとですね、あの敵に対してザコがボスが1匹に周囲にザコが2人いるという、あ4人いるという形ですね。村ぐらいの、はい、でこれなんていうんですか、総防獣、ほう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 。でまあ一定ちょっとどれでもこれ序盤のキャラなので戦えるとは思うんですけれども、まあ、バランスパーティーとかがいいかもしれないです、ね、なるほど、バランスパーティー D と2つあるんですけど、普通にこっちにやりますよね。行きます。はい、須田さん、さんかっこいい、かっこいい、本当に。でですね、バトルの前に1回クエストでダンジョンがありまして、そういうことでなぞっていただきます。普通に考えたらこっち行きますよね。こう行ってあ、そうですね、それでいくと一つ逃してますね。でビュッと消去すると、ああこれ一筆書きで通るやつですね。そうですね、はい、うん、なのでこうちょっとまず、上行って、ほら上行ってぐーっとぐーっと、上行ってぐーっと、うん、ぐーっといけるやろ。これで、あでもこうなっちゃいますけど、ああ違う取れないのかな。じゃあ普通にこれが限界じゃないですか。普通にそうか、それでもそうですね、戻れないのこれ。戻ることはできます。ただ戻ってもこうなっちゃうんですよ。そっか、すいません。そうですね、じゃあってことはさっきのこれでやっぱいいってことですかね。そうですね、じゃあ今、まあ、逃してしまいますけど、あれ一個だけ残るといやらしいでも成長していくとここの行動回数が増えてくる。なるほど、ここの途中で取れるのが成長アイテムで、これ集めていくと進化ができると、これで、あ出た、これを誰に割り振るかで変わってくるんですね。そうですね、はい。じゃあちょっとまずで、このピンクのやつがですね、エネルギーを貯めるものですね。で青いやつが通常攻撃プラス、エネルギーを1個貯めるという今の それで、はい、めっちゃご機嫌な曲かかりますね。そうなんですよ、この音楽もすごく評判良くて、めっちゃご機嫌な曲です。あ覚醒、この女性ボーカルいいっすね。はい、ありがとうございます。うん、向こうもまあ溜めてる間です。はい。あ、やばい、大輝くん。やってやるか。来た、奥義、船。で、めっちゃ進化する姿になって、こう、はい、攻撃をする。強そう、強い。で、お全部ペッと倒しましたね。で、次は残りは1ボスなので、はい。ドタマかしまってやる。すね。ドタマっつった。ドタマって言いました、今。今時クラシックな言葉遣いで、例えばモラックスとかだと相手の防御力を無視して攻撃できるので、お一番、はい、そうですね。なるほど。あと相手がスキルを積んでいるので、シャックスの一番右側のキャラクターだと感電させると相手のスキルが打てなくなります。何にしろアタック積まないと行動してくれない。そうですね、うん、じゃあハイパイによってはアタックが引けなくて困るってこと。そういう、そうです、そうです。倒せましたね、なっちゃいました。かわいい、かわいい。アップの顔よく描けてますね。ありがとうございますこれで 3D で本当ここもクオリティ高いんですよね、うん、ちょっとびっくりしました。スマホの中ではかなりクオリティ高い方だと我々も 自負しております。よりでこんな可愛くなるんですね、はい、さあまあ、こういったゲームもっと強いやつでもいいかもしれないですね。そうですね、ちょっとこれ小手調べ序盤の、はい、序盤の方なので、で、できれば次ちょっと対戦もあるので、次マフィオで倒します。よーし、やってやろうやないけ。これじゃあ一回戻って待ってました、待ってました。はい、戻って、アジトに戻る。はい、あ、そうですね、アジトに戻っていただきます。これバグワード入れてもらいます。はい、よし、で、で回して面をこうとずらしていただくとコロシアムがね。コロシアムで、はい、はい、これはパーティーは何を選ぶのがいいんですかね。
パーティーパーティーん、これはでフリーバトルのところをしてみますが、はい、でここで、はい、またパーティーを選んでいただければと思います。どれが強いんだこれパーティーは。さっきやった時完全はやっぱ強かった、ね、面倒ね。そうですね、バランスが止まりますし、速攻と防御貫通っていうのがあるんですね。まだそうですね、どういうコンセプトなんだろう。面倒ね、速攻はですね、いわゆる行動が素早いキャラクターが、だいたい津田さんが入ってるようだ。津田さん超強いですね。ってことでよし、OK。じゃあ俺これバランスパにすればいいのかな。あ、そうですね。あれバランスパでも2パターンある。あ、でも同じか構成で。あ、違うな、キャラ別々になってる。おー、なるほどなるほど。これ誰だ。じゃあシャックス入ってる。はいはいはい、例の方がいいかもしれない。バランスパー D 1.5 倍、2倍状態。バランスパー D です、OK、いいですねこれ。そうですね、ラジオですからね。はい、じゃあやりましょう。バランスパー D で組んで、バトルどのボタンだこれ。はい、で、ですね、番号を入れるところがあるので、うん、これでこうしましょう。すいません、いただいてコロシアムので、ここで番号を入れる。フリーバトル選んだで、はい、フリーバトル選んでいただいて、あ、ここでパーティーなの、はい、バトル開始で、こうしましょう。 OK、 じゃあそこに入るよ、はい、さあ勝負だマーフィー。よーし、やってやんぞ。あ、津田健さんがリーダーか。こっちにもいるんだぞ津田健さんは。やったるで。ソロモンって名前だ。どうしようかな。ひごまさんソロモンだですね。先行俺か。先行俺か。そうですね。画面で言うと奥側がカズさんですね。やばいなこれ。どうしようかな。やっぱこれは基本こうでしょう。岡本さんのパーティーだとガープという守るキャラクターがいるので、うん、まあ、それで守りつつですね、はい、マルコシアスというキャラクターが結構攻撃力が出るので、まあ、彼女。ごめんなさい、一回これちょっとやっていいですか。あ、いいっすよいいっすよ。アタックで相手が、カジさんの方ですとこう船が相手がこう積んでるのが分かるので。ヒーラーはですね、バルバトスという、うん、一番バルバトスってやつ、左側ですね、一個下がってる高烈のやつですね。なるほどなるほど。こいつはスキルがヒーリングなんですかこれ。そいつはですね、スキル自体は1回攻撃 で、 運が良ければ、うん、フォトンチャージゲ、チャージのやつが溜まるという。なるほど、はい、くらいやがれ。魚眼割り、魚眼割り、痛っ。悪には容赦しない。ギガルショット、ほら痛い。耐えられるかな。うん、いや、痛っ。でこうチャージが今溜まりました。お、運が良ければ溜まるってことですね、はい、そうですね。よし、いけいけ。ザ・ウォール、かばう。よっしゃ、オーリア、よっしゃ、いただき。俺のでが、そうですね、ガープで守りが入るんですけれども、いけー、船の全体攻撃で、おー、そうです、両方ともガープの攻撃ですね、うん、全体攻撃がお互い打ち合った感じですね。なるほど、なるほどね、こうなるわけだ。はい、いい面構えじゃねえ。やっぱ分かると面白いですねこれ、システムで。今回はですね、オーブをはめているので、うん、オーブというのがこうはまっているんですけれども、そこのどのフォトンでもはめると発動するので、光ってるやつは発動します。なので、うん、それはキャラクターのターンの時に発動するので、それもうまく使いながらですね、うんうん、相手を倒していくというところです。なるほど。でダメージ固定1000とかそういうのだと、ガープがいくら守ってても1000のダメージは当たるので。なるほど、そういうことなんですね。はい、どうしようかな。これはまず、考えちゃいますね、やっぱ。そうなんですよ。どうしようかな。あのね、ちょっと考えるのが、いわゆるスマートフォンのポチポチ押していくだけでなくですね、うん、はい、ちょっとした思考性が面白いっていう。しこりこういうの得意よ。スキーは好きなんですけどね。突き詰めて考える。これなかなかまだ我々知らなさすぎますもんね。
ャラクターを完全に把握したらよく分かる。そうなんですよ。でいわゆるカードゲームのようにですね、こう本当自分の手持ちを理解しながらやっていくと。よっしゃあ、少し働くしてやら。あーやばい、大輝くんちょっと強い。大輝くんね、悪には容赦しない。華麗なる攻撃をご覧あれ。ガープって硬いですね、やっぱ。見てしげえ。うわ、結構。一つ技でも披露しとくか。いけえ、ぐらい。カマキリ、いけえ。そうですね。ほら。はめてる、いわゆる召喚獣のような感じですね。おなるほど、なるほど。召喚獣には、召喚獣にはスキルを入れればいいんですか？どの何入れてもいいんですか？何でもいい。はい、はい、発動します。光ってれば。何入れても発動。なので、まあ、自分の取りたいフォトも逆に割り振っといて、うん、で最後余ったやつを入れるとかでもいいですし、うんうんうん、相手に取らせたくないやつをあえて先に取ってしまうとか、うんうんうん、でいや結構ね今俺削られてるんですよ、はい、いやバルバトスで一回ここでヒールはかかるので、そこで先にこうカジさんの方が立て直せれば結構有利に進むと思いますね。やばい。サックスがやられてしまうと、うん、マスエフェクトが消えてしまうというのと、そこ積んでると逆に殺された時にそこの積んだものも全部なくなってしまうので。なるほど。うん、ガープで守りつつですね。糸ちゃん守りつつ。なるほど。なんでアタッカーを潰すかヒーラーを潰すかまたはリーダーを潰すかみたいなのが結構この戦術になってきますね。よいしょ。悪には容赦しない。デュアルショットの人早いですね。いつも確かに強い。やばい、これはまずい。いいターン。だいぶ痛い。サクッと、うん、ちょっとご覧あれ。うわ、めっちゃ回復した。回復しましたね。これ、ゼロ来ましたわ。今、そうですね、防御というか、ダメージ無効というスキルです、ね、やばっ、うん、あ、感電来た。あ、なんなかったですね。チャージ追加。バルバトスやるね、はい、やば、うん、これはまずいぞ。これはいい感じじゃないの。これはかなりまずい。あ、待って、ああどうした、どうした。いやどうしようかな。そうやつかな。あ、それいいと思います。全体攻撃で、ほら、なるほど。どうしようかな。これはこういうもんなのかな、うん、そこ貯めてもいいですし、あとは一体先に潰しに行くっていうのも一つですね。なのでマルコシアスとかに貯めていくと結構攻撃力も高いので。やっぱマルコシアスが強いですね、はい。シャスのか覚醒に、やば、うわ、ここまでです。禁断の書くらえ、サンダーボルト負けられねえ。あー、うちの津田健さん死んだ。津田健さんやられてしもた。うわ、さあ、行けくらえ。これは痛い。やられた。ほら、あー、俺のパーティーがとっても痛いことになっている。ほら、危なかった。なんでこんなさ逆転この野郎。そうですね、うん、よくなんとかなりました。全体攻撃を食らわせてって、ある程度全体的に削りながら最後畳みかけたのがいいですね。なるほど、うん、これはあれですね、パーティーバランス悪いですね。
これ完全にあれパーティーの差ですよね、これ。そうですかね、そうですかね、なってそうですかね、なりましたけど、それともしっかりしてもらわないとうちのユーザーはね、すぐ見抜くんで。本当ですか、困っちゃうな。いやでも全体攻撃をしてそうですかね、うん、そうですかね、ちょっとバランスがね、まあ、確かに初見には使いづらいかったかもしれないですね。良くないかな、これはちょっとね、バランス型でいいと思ったんですけどね、うん、多分ね、同条件なら俺勝ってたと思うんだよな。そんなことないんじゃないですか、ね、最初もうこっち読みがちじゃないですか、読み間違いしてたし、いや逆転の逆転でしたかね今。いやもうね完全に勝ってたと思うんだよな。15秒経ってしまうと、そうですね、よいしょ、バルバドス最後の意地見せろおめえ。ほら、イエーイ。あ、でも意地を見せろバルバドス。でもこれで行くでしょ、普通に考えたら。残り一旦ヒールかかるんで。あ、いや強ちょっと待って、粘るっちゃ粘れます、ね、粘りすぎじゃないですか逆にほら、考えるな、バルバドス攻撃してんのお前。くらえ、ほら、ドラマドスが攻撃をせ、そうですね、ヒールだけでしたね。うん、これはちょっとあれですね、やっぱバランス良くないですね。いや向こうにタンクがいて、ね、こっちにタンクがいないってのはちょっとどうかと思いますし、ね、まあ、ヒール仕掛けながらみたいな、うん、やっぱヒーラーとタンク両方入れてた場合はどうなるんですかね。まあそれはそれで結構あれですけどね、うん、アタックがそうなるとちょっと弱くなってくるので。なるほどね、はい、うん、アタックが弱くなる。さあ、というわけで、はい、というわけで、はい、というわけで、というわけで、無効試合となる。あれ決断の人がここにいますよ、皆さん。勇気の説明、まあ、ないですから。参りましたのような、おかしいですよ。もうちょっとタイムがね、ユーザーさんはやめましょうね。タイムがちょうどね、はい、てか、確かにリタイアしたらって書いてある、そう、今回はメギド72をプレイしましたというわけで、いや楽しかったですね。楽しかったです。いやめちゃくちゃ考えちゃいました、すごい楽しかった。あの状況から逆転もあるっていうのはね、そうですね、戦略的ですね。そうなんですよ、コツコツ行くのか最後に貯めてバシっていくのかみたいなのは本当性格も出るので、ユーザーさんの数だけこう戦い方があるっていうのは本当面白いですよね。そうね、いやシコリンの方のリーダーのあのせじゃない、せじゃない、シャックス、はい、シャックスがちょっと強すぎたような気がするんですよね、うん、シャックス全然使わなかったですよね今回。いやあいつがいなければ勝つんだろうな。船さんばっか使っちゃった結局、はい、という楽しかった、ありがとうございます。最後にお知らせなどありますでしょうか。はい、ですね、じゃあ今キャンペーンをやっておりまして、うん、ですね、まず初心者の方ですけどスタートダッシュキャンペーンとしまして、10連召喚が2回できるだけのいわゆる魔法石ですよ、うん、っていうので、使える石を配っておりますので、ぜひ今始めてくださいというところです、はいはい、次行っていただけますか。次ですね、初心者応援召喚というのがありまして、まあ、いわゆるガチャなんですけど、うんうんうん、初心者の方だけ2回引ける10連ガチャがあります。そこはキャラクターが確定で必ず出ますので、うん、はい、ぜひ、やっていただけたらなと思っております。パープの両脇でずっと泣きわめいてるのがやばいですよね、ちょっと拍手な感じが、もうちょい楽しそうな顔をしてもらわなかった。確かに笑顔が見たかったですねずっと泣きわめいてるんですよパープでも。そうですね、うん、必死さ、まあそうですね次いいですか、はい、で明日からですね、サバト召喚、劇サバト召喚というものがありまして、これは通常の、メギドというキャラクターが出る確率の2倍になっております、うん、あとですね3回やっていただくと必ずメギドが1体確定になっておりますので、うん、ぜひぜひこの機会にですね新キャラも入っておりますので初めて引いていただければなと思っております。明日から開催なのでぜひ、お楽しみにしてくださいと思っております。はい、いやありがとうございました、その他詳しくはですね、はい、メギド72の公式サイト、そして公式ツイッターもご覧ください、はいはい、さあ今回はですね DNA より配信中の iOS Android 用アプリメギド72からプロデューサーの宮前公彦さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上プレイングフォーゲーマーでした。
レディオフォーゲーマータップカッコ仮。ニュースフォーゲーマー、浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコ仮。ここからはフォーゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。解説員はこの方です。フォーゲーマーのレッチです。よろしくお願いします。お願いします。誕生日おはようございます。あ、突然ありがとうございます。お前誕生日いつだっけ。17日ですね。今何月。今もう間もなく2月に何ヶ月遅れなんだよ一体。もうやりました。しかも生身、マフィーも生身で渡していましたけど、ね、俺そうだっけ。あ、カジサさんなんか俺なんか綺麗にラッピングして渡してる。あのなんか見えませんかラッピング。見えるかも。見えないラッピング。見えるかもなんか。バカには見えないラッピングらしいよ。いやバカって言うなよ。みんなバカには見えないラッピング。何回笑ってんだよ。今見えたやつしこりよバカだって。いやや、めてやめて。はい、はい、で早速いきましょうかね。はい、はい、まずはこちらのニュースから。サーバント・オブ・スローンズがサービス開始。スクエアエニックスは1月24日 iOS、Android 向け新作アプリサーバント・オブ・スローンズの配信を開始しましたということなんですけども。はい、そうですね。本作はリアルタイム対戦型デジタルカードゲームですね。はい、まあ、昨今話題ですね、デジタルカードゲーム。はい、8枚のカードで構成されたデッキを用いる1対1の対戦で、まあ、ロードを中心に展開するシングルプレイ専用のクエストなどが見どころになっていますと。まあ、8枚カードがあってそれがどんどんローテーションしてたんですね。で出して出して戦ってみたいな感じの内容になっております。で、今現在ですね、配信を記念したログインボーナス、初心者ログインボーナスを実施しております。で7日目にはですね、ゴールドレア以上の確定チケットが用意されてますので、ぜひですね。まあその上にレジェンダリーっていうのがあるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんです、レジェンダリーがめちゃくちゃもう貴重です、ね。うんうん、これで出ればいいですね。そうですね、はい、はい、こちらあのかなり僕もやってますんで、かなり面白いと思いますので、おやってみてください。はい、では続いてはこちらのニュースです。 D2 新女神転生リベレーションが配信スタート。セガゲームスは1月22日 iOS、Android 向け新作 RPG D2 新女神転生リベレーションの配信を開始しましたということなんですけども。はい、本作はですね、秘密組織リベレイターズの一員となったプレイヤーが仲間や飼育する悪魔と共に謎の組織アコライツとの戦いに巻き込まれていくというメガテンシリーズの最新作でございます。中井さんもね、今かなりやってると思います。本当にやってる。やっておりますね。腰子悪魔が全然出ねえの。おっしゃると厳しいです。マジ出ねえの。私も厳しいですね。私も出ておりました。もう作りました僕は。あの、え、作れたの。何ですか。あ、なんですかね、あの星4の悪魔を、うん、限界突破して星5にしました。あ、そう、そういうこと。そういうパターンなんで、あの星5をあの合体で作ると、うん、めっちゃあのあれかかるじゃん、マグネタイド。星4の限界突破にも星4キャラが4体必要やつ。それをですね、僕は星2のやつを限界突破こうやって細かくさせていって星4をいっぱい作って、めんどくせえ。すごい、めんどくせえ。あ、その手があったか。そうやって細かく細かくやって、今やっと最近星5のやつが3体ぐらい揃いました。いや俺そういうコツコツ無理だわ。でも多分、うん、本来そういう楽しみ方だと思いますこのゲーム。俺しか代わりにやってくれそれ。やだよ。作業それおかしい。やだよ。まあでもまあこちらですね、今の、リリース記念ログインボーナスとかありまして、うん、あのジェムが最大300個もらえたりとか、うん、かなりキャンペーンいろいろやってますんで、ぜひですねこちら遊んでみてください。はい、はい、そしてそしてもう一本今日はニュースがあります、はい、最後はこちらのニュースです。ワンダと巨像ピアノ&オーケストラコンサートでトークコーナーの開催が決定。3月9日に渋谷文化村オーチャードホールで行われるミュージックフォーゲーマーシャープ2、ワンダと巨像ピアノ&オーケストラコンサートにてトークコーナーの開催が決定しましたということなんですけども。はい、そうですね、いいいい、ミュージックフォーゲーマーシャープ2、ワンダと巨像ピアノ&オーケストラコンサートで、ではですね、作曲家の大谷光さんが手がけたワンダと巨像の世界を彩る名曲の数々を東京交響楽団によるオーケストラ演奏、はい、末永忠さんによるピアノ演奏でお届けする予定でございます、はい、そんなコンサート当日開演前の、18時30分頃からトークコーナーを開催する予定です。 MC にはワンダの、CV を担当する野島健二さんをお迎えします。野島健さんはでしたね、はい、そうなんです。で現在マイル券が各プレイガイドで発売中でございます、うん、はい、でこちらですね、あの我々 あのこの番組をしっかりリードしてくれている、うん、テッサンが、テッサンが、はい、あの進めておりますので、デッサンからワンと巨像のファンの方にとって忘れない一日となるように。大好きな人いっぱいいますからね。そうなんですよね、ためわざ、はい、懐かしい。現在も誠意準備を進めておりますので、皆さんのご来場を心よりお待ちしていますとのことです、はい、はい、楽しみですね。さあ今日のガチャは何だ。いやもちろん話題性もあるの。話題性、うん、D2
新メガでいきたいと思います。これで星5が出たら本当カジュアルです。本気かお前。いやこれ多分出たら僕多分もう締め殺されますよきっと。本気で回すのか。回すよ。結構だってね、あの多分カジュアルさんご存知だと思うんですけど、あのほら900のジェムで買える10連が回せる、うん、あの後遺症がバックみたいなのじゃないですか、うん、あれめっちゃ買い込んできたんで、うんうん、まああれで回すよね、うん、あれが多分お得ですよ、ね、うん、そうか、あれ使わないで回すと損をするから。そうなんですか。普通に回しちゃダメなんですよ。実はちょっと罠が仕掛けられてみんなちょっと気をつけてね。あれショップで必ず召喚蓋パック買ってね。あれそう、うん、でまあただね、あの何ですか、課金というかそういうの買うとなんかあのピックアップみたいなのちょっと出てきますけど、ね、そうそうそう、あれもね、魔人のみとか英雄のみとか、あそう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 、あれいやらしいんだよ。ちょっとね変わったピックアップですね。あれ札使えないからね。そう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 、うん、だからあれがピックアップをどうしても欲しいときは先使って回して10連でみたいな感じで。そうですね。で今回はちょっとまずあの異能チケットみたいなのも売られてるじゃないですか。うん、あ、異能ね、はい。僕ちょっとあの本当はボーマの方が欲しかったんですけど、うん、なんか気づいたら異能いっぱい買っちゃってて、うん、こっちから回しますね。うん、俺はねボーマのバフォメットを今育ててんだよ。あ、そうなんですね。ボーマだとあの自分の弱点消せんだよ。はいはいはい、はい、いいですねあれ。で耐性つくから、はい、それでまあ星さんの中では相当使いやすい。わ、光ってんじゃん。このね赤い光があると星4以上が出てくるんですよ。いいよ、いいよ、飛ばせ飛ばせ飛ばせ。飲んでいくよ。普通の光は飛ばせ。そう、ちょっとね、おそらく。いくよ、どんどんいくよ。3。あ、やべやべ、ちょっと。あ、やべ、まだ普通の光だ、ね。まだ普通の光だ、ね。あ、お、来た、頼む5、来い !4! ティターニアか。これ、散々作ったの、このギャラも。あ、そうなんですね。そう、散々作りました。あ、じゃあ、行きますね。この多分出ないんじゃないかな。おめでとう！あ、え、2体目マジか。うわあ、サラスバティ、これは初めてかな。でもよかったじゃん。まあ2体出てるのは結構でかいです。2体出るとかお前でかいよ。あ、こんなことないんですね。星4すらも1体ぐらいですから大体、ほぼ出ないです。で光らないときは確実に星3しか出ない。そうなんですね。さっきの赤い光が出ないとダメなんですね。そうなんですよね。あ、じゃあもうこれでもダメなんですね。いやもう逆にこれもダメなんですね。そう、もう最初の光がないともう絶望確定だから。そう、ワンタッチ絶望マシーンって呼んでる俺。じゃあ何度も絶望を味わってるんですね。もう光らないとその瞬間すぐ絶望が味わえる。つら、それつら。男やぞ。格変とかないんですか。ないない、格変ない。はもうちょい行くよ。じゃあいけ、8です今回。光れ。さあワンタッチ、ワンタッチからの、あ、希望が見えてる。すごいね。お前運いいじゃん。なかなかいいよこれ、はいはい。まあこれはでもアベステさんなんですね。いやー、ベルセルク。まだか、まだか。お、なかなか来ませんね。まだか、来た、来いよ、うん、5来てよ。あ、オベロンか。こういう感じなんですよ本当に。あ、マジで5出ないんですよ。合体素材かな。何パーセントなんだろう。 0.5 です。あ、でも 0.5 なんですね。いや、普通は、うん、なんていうんですか、いろんなの1体1体が 0.5 ぐらいで星5自体が出るのが 5% とかなんですけど、うん、それなのこれもう全体で 0. 何パーがちっちゃいのがいっぱいあって 0.5 なんでかなり低いです。あ、なるほど、かなり低いです。白光だ、ベビーサーバー的には懐かしい。俺先行プレイではね、義経引いたんだ。そう、あれすごかったですよねマジで、あれね、マジで出ないってことが自分でやって判明した。そうマジであれすごかったなと。本当義経は星5です。しかもそんな星5の中でもやっぱランクがあるんですね。その中でも人気でなおか強い最高ランク、本当にめっちゃ強い、クソ強。そう、じゃあちょっと次あの普通のやついきます。お前めっちゃ札持ってんだ。めっちゃ買い込んできたんですよ、うん、札43。よし行くぜ。光れ、ワンタッチからの絶望。あ、これ絶望なんですね。これワンタッチ絶望マシン。全部オールスキップです。これオールスキップです。絶対出ないから、絶対出ない。それはきつい、うん、あ、やべ全部飛ばしてきた。つかろ、あ、きつ、うん、え、それはさあ行くぞ。つらい。これはね、頼むからもうちょっと演出で希望を見せてくれって俺は思うよ。赤くなってくれ。もうここなんですね。ワンタッチから絶望ですね。うわー、怖っ。これは手軽に絶望を味わえてますね今。うわー、怖っ。はいはい、行くよ。さあ行くよ、どんどんすぐなくなります。すごい、すごい距離溶けていくよ。どんどん溶けていくよ。氷召喚のはずなのに。よっしゃ、希望が見えた。希望が見えたぞ。さあ行け行け、輝きを引き寄せろ。来い、来ない、あれまだ来い。じゃあこれか、頼む。何だー、おー、アシェラト。すごい、来た、星5初めて。お前死ねえ。マジですごいこれ。お前今日あれだぞ、すっげえ事故に遭うの気をつけろよ。マーフィーやっぱすごいっすね。そうやっぱこれも信仰の賜物ですな。これはすごいっすね。なんで俺自身は引けねえんだよじゃあ。ただですね、これあのアーキタイプっていうのがあって、うん、右が今異能ってのがあるんですけど、異能の足だとかね、ボーマの方がいいんですよね。これね、確かにハイブースターか、ハイブース、回復ハイブース、ね、あ、でもまあ回復役として使うならいいんじゃないの。確かに、うん、あ、でも本当だこれ結構回復特化ですね。メディラマが強化されると考えたら全然使えるでしょ。あのサマリカーンって
確か復活ですよね。一回だけどね、ハマリカンは。すっげー出た。お前これ羨ましいわ。ビビるわこれ。まだ出る可能性もあるよこれ。確かにね。今流れ来てんだから引き続けろよ。行くぜ。それは行くぜ。そうそうそう、流れが来てる間引き続けんのはカジタメソッド。まだあとねもうちょっといけるはずだよ。行け行け。どんどん引け。あと13回。いやー出るもんなんだね。ワンタッチからの光。でやいやこれきつ、もう押してすぐ分かるからさ、最初から確かに結構きついですね。手軽やろ。あ、手軽ですね。まあ言い方を変えればお手軽ですな。ちょっとびっくりしますけど、確かに今まで本当出たことない。あと3回じゃこれ終わりますね。これで3回か。でもまあぶっちゃけ10連に意味はないからね。そうですね、うん、あ、そうなんですね。そこに得点も何もないから、はい、あ、あ、終わり。絶望だね、うん。はい、はい、はい、すごい、やったー、すごい、やったぜ。もう出るんだな。ほんと出ないんですよこれ。めんどくさいよねこれも作るのがさ。そう、めっちゃ大変なんですよ。でもさ、ぶっちゃけそこが楽しいゲームでもあるから。そうなのよね。あ、そうなんですね。そうなのよね。お姉になっちゃった。お姉様今いろいろ言ったんだけど、あのガチャで引く必要ってのが実はあんまないっちゃ言わないんだよ、うんうんうん、あの星5ひ最初に引いても、あの確かに最初から強いんだけど、強化する楽しみがレベル上げしかないから。そう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 、他の星が少ないキャラクターを強化していくと楽しみがすげえいっぱいあるわけよ、重ねたりとか継承させたりとか。なるほど。星5キャラってあの技を継承させるにしてもものすごいコストかかるから。すげえかかるんですよ。そうなのよ。自分好みにはなかなかできないわ。そうだから自分色に悪魔を育てたいっていう人はむしろテレアかガンガン育てていった方が楽しい、ね、俺もそれで今バフォメット育ててる。おお、うん、ピクシーちゃんじゃないんですね。うん、ピクシーちゃんも育てないんだ。モーショボーがね実装されれば、あ、俺はまだいないです、ね、期待してる。今まだいないでしょ多分。多分見たことないね。モーショボーが大好きなんだよね。俺ピクシーとモーショボーだと。あ、モーショボー好きだな。いやもうコツコツ育っていきたいですね。あとあの星少ないやつから星4に上げていくあのレシピ、一番効率いいの俺に教えて。あれ一時調べるのめんどくさい。めんどくさいんですよね本当に。一番効率いいやつ教えてくれ。かかるんですね。分かりました。ちょっと、うん、お渡しますね。あとで僕の既存のレシピを。すごいなこれ。あ、これがメソッド量。はい、ということで本日ご紹介したニュースの詳細はですね、4gamer.net をチェックしてください。記事が見つからない場合は右上の検索窓をご利用ください。というわけで解説員のオレッチでした。ありがとうございました。以上ニュース 4gamer でした。メッセージ4ゲーマーさ、ということでですね、そうと紹介します。しこなしょうこさん、ありがとうございます。い、のぶくんマフィーしこってる、しこってるよ。先日のぶくんがブログで息抜きや将棋アプリをしているとおっしゃっていたのですが、うん、マフィーは何で息抜きをしてたりしますか。うん、私もゲーム好きなので、息抜きにしたりするのですが、マフィーの場合ゲームだとお仕事モードになってしまうのかなと思いまして、もしよろしければ教えていただきたいです。ではではと。息抜きね、ゲームでお仕事モードになるって今言ってるじゃん。いい、はい、その通りなんだよ。あ、やっぱそうなんですね。実際もうね、どんなゲームやってても俺にとっては仕事と趣味の境界線が曖昧だから、はい、まあこれは職業病だからしょうがないんだよね。そういう場合どうするんですか。楽しむよ。あ、もう仕事だけれども
俺望んでこの仕事に就いたわけだから、まあまあそうですね、僕も声優はそうですね、まあ、結局蓄積されていくストレスはいかんともしがたいけれどもまあ蓄積されているあのブルーライトだのテクノストレスだのはもう仕方ないけれどもしょうがないですね、カットできないなかなか、うん、だからもうこれに関しては、はい、もうあれだね、抜かない、抜かない、何を、うん、息抜かない、あ、息を抜かない、息抜かない、え、マフィーの場合そのダンベルとかこううーんってやってたりこうカコンカコンしてあれが抜きになると思う、逆に俺すげえ疲れてんだからあれやることで やらなくていいなやんないよ、マフィーもそろそろ、うん、あのドライブとかしたらどうですか、ドライブ、はい、俺が車乗ったら多分 GTA みたいになるぞ、怖い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 、免許取りに行くのでさえもうめんどくさいけど車取ったら多分もう走る殺人マシンとかそう、やめて、うん、出てくるのがしかもこの方だからもうなおさら怖いですよね、そうだからもう俺の息抜きっつったらこれくらいかな、もう本当にマジっすか、うん、寂しい今息抜き中ですこれしかないなんて、あむしろ気持ちいい、いやいや、やめてよ、何が入ってんの俺に、ね、息抜き、うん、なんかおすすめの息抜きね皆さんね、ぜひ、息の代わりに別物抜いてるから大丈夫だ、さあということで次何を抜いてるんでしょうかね、よい子の皆さんはね知らない方、あおおお分かってんだろ、お父さんも何をって聞いちゃダメ分かってんだろそうですよね、すいませんでした、うん、2回ぐらい聞いちゃいましたね、もう1ついきますかね、うん、しこのイロリーさんありがとうございます、岡本さん、風さん、しこってる、しこってるよ、この間過去のラジカメの放送を振り返って見ていると、うん、岡本さんが2017年は片手太陽拳という坊主をしていくという会話がありました、うん、その前にも襟足づかみ、エア手袋、薬折りなど様々なポーズをされていたようでした、うん、そこで2018年はこんなポーズをしていきたいというのがあればぜひ教えていただきたいです、また、梶田さんがしこりんにやってほしいというポーズがあれば教えていただけると嬉しいですと、やっぱり声優業も本当写真撮られることが多くなったんで、うん、もう辛かったんで、うん、なるほど、自分でコンセプトを作ってですね、まあ、前から言ってる通り、あの2017年はですね片手太陽拳っていうこれ、いやそういうの偉いと思う、うん、俺はもうそういうのないから写真撮られるたびに困るんだよね、困るんですよ、うん、なんかポーズをとか顔周りにポーズを胸にポーズをとか言われるんですけど、うん、ないじゃないですかストックが、ポーズ撮ってって言われてもね、もう腕組むか腰に手やるかしか分かんねえからさ、あ、腕組みはやっぱ楽ですよね、うん、これは楽 でも意外と撮ってみるとそんなに映えないんだよね、腕組みって写真として、そうなんですよね、しかも教えてほしいんだよ、逆にどんなポーズを撮れば俺はかっこよく写れるのか、あ、もうセクシー路線どうですか、もう逆にマフィー、どんなのセクシー路線みたいな、なくない、うん、なんかこれおしゃぶりしてるみたいじゃないそうっすね、いいなーって、いいなー、丹下さん可愛いなーっていうのこれあ、まあまあ可愛らしさ出てます、可愛らしさ出てます、可愛らしさ欲しくねえんだよ、 かっこよさをくれ、かっこいいポーズくれ、かっこよさ、割とでも梶田さん立ってるだけでタッパーあるからかっこいいっちゃかっこいいんですけどね、そんな褒め殺して、まいやいやいや、やっぱタッパーはいいって今日の現場でも皆さん言ってました、そう、はい、やっぱかっこいいって言ってましたね、はい、で僕は2018年は、うん、あのやっぱりあの、まあ、心臓抑えっていう、どういうことこれ、やっぱそうですね、結果これか、うん、これこれこれやっぱこれ、ここら辺かなりいいなと思いますね、これ写真かっこよく写るんだ、これやるとこうキュッとこうするとちょっとだけシワができて、うん、そうなんだ、あ、それはそれでみたいな、握るのこれ、ちょっと握ってみるみたいな、服だけを握ってみる、俺今心臓やばいですっていうポーズ、こうやってこう、そうです、ここでこうこうそうです、こうギュッとしてこうこうこう、そう、わかんねえ、これかっこよく映んの、意外とカメラマンさんの力でいけたりするんですよ、うん、あの一番いいのはこうこう下向いてからの目だけこうプ、目だけプ目だけ見る、まあ、これジャッキーじゃねえよいやいや違うわ、やめてやめてどこがかっこいいポーズ、ジョッキーの間違いですよね今、うん、そうですよね、あとまあもうこれが2018年ちょっと押していきたいものなんですけども、うんうん、なるほどね、まあ一番なんでしょうね、普通にかっこいいなって思うのはなんとなくあの手握るってやつですね、手握るかっこいいな、こう例えばこうなんでしょうね、机の上にこうやって、うん、こうしながらちょっとあのなんでしょうね、こう物思いにふけりながら下を見て、そこからのまた目線だけをくなるほど、これはなんとなく分かる気がするぞみたいなやつ、うん、みたいなやつ、怒り言動でしょなるほど、かっこよさ的にはちょっとやってみてください、
あ、まあ、かっこいいはかっこいいかもしれないですね。あ、かっ、てかグラサンがあるならもうこれだけでかっこよくないですか。だってこれ顔隠れちゃうじゃん。そうなんです。だからこうでもこれかっこ悪いんですよね。これはなんかちょっとギャグになっちゃうんですね、うん、若干なんか奥深いねポーズって。そうなんですよ。でやっぱりこう人によっては本当いろいろあってですね、多分カッキーさんのポーズかっこいいと思います。カッキーさんのポーズどうなの。はい、カッキーさんこれです。嘘やん、開いたってやつ。え、こんなんで写真写ってんの。これです。はい、これで。はい、これです。これカッキーさんです。アクションでかいね。カッキーさんのポーズです。これかっこいいんですよ。これ頭痛ってポーズ。これあ、多分そうなるんでしょうね。あ、やっぱイケメンって首痛めてたりとか、頭痛めたりとか、それかっこよく見えんだな。多分そうだと思います、うん、だからマフィーも多分こうやってこうやってやればってことは、ここをこうグイって握るポーズもかっこよく映るのか。イケメンがやれば。待てよ、でもそれジャクソンじゃないですか。ジャクソンだったわ。それジャクソンですよね。もうすでにやってるイケメンいたわ。ジャクソンポーズですよね、それ。ジャクソン氏がやってたわ、それ。確かに出ますよ、それ。そう、ああ、あれ、これもしかしてどっか全体痛がるのが基本。あ、そうかもしれない。こうやっぱ胸もこう痛がってるんで、腰痛いのポーズもかっこよく映るかもしれないか。そうですね、こうなんか角度つければいけるかもしれない、ね、目線だけでこう。あ、もう早くしてくれて、早く終われと言われました。盛り上がりすぎちゃったね。はい、以上メッセージ表現までした。レディオ4ゲーマータップカッコ仮。この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたしました。お送りしてまいりましたレディオ4ゲーマータップカッコ仮、エンディングのお時間です。というわけでですね、ちょっとお知らせを言いたいんですけど、うん、まあ僕はですね、おののみというですね、ケンショウ君のやってる番組にゲストで出演するので、ぜひそちらをよろしくお願いします。プレモルで乾杯してますよ。さあ、はい、マフィーはゴホーマフィア勝田君本日更新されました。皆さん読んでくださいね。よろしくお願いします。さてですね、次回の生放送は2月13日火曜日でございます。あ、この次の日はもうバレンタインデーですね。マジか、楽しみに。それではお時間ですかね。レディオ4ゲーマータップ過去仮、お相手は岡本信彦とマフィア梶田でした。バイバイ。